今回は8月の27日行われました関西サッカーリーグ第11節飛鳥FC対おこしやす京都 AC の試合ご紹介をいたします。この両チームともに今残留争い、リーグ残留争いです。飛鳥は勝ち点10、おこしやすが11で迎えた11節尻に火がついてます。飛鳥は国体予選もあって、まあおこしやすもあったんですけど、どちらもこの夏は忙しい日々を過ごしてきました。飛鳥はもう間違いなくこのところ開幕よりはだいぶ内容が良くなってきました。まあ守備もそうですけれども、特に攻撃面ですかね、点取れるようになったなっていうのがね、特にその佐々木選手が前線で躍動してるなって感じです。一方のおこしやす京都 AC、 吉武監督が率いて1年目、メンバー毎回変わってなかなか内容が上向かないなという感じです。今回もかなり変化があって、3バックの左に小島選手が入って、で左のウィングバックの方に西村選手が入って、で3トップには林選手が真ん中、左に野田選手、右に南選手っていうラインナップです。でもなかなか内容が向上しないんですよね。パスはつながるんだけれども、ゴールが決まらず失点を重ねるっていうところ続いてます。試合はまだ明るい17時半にキックオフされました。まだこの時はね、暑かったんですけどね。そして試合はいきなり動きを見せました。前半3分でした。裏に抜け出した佐々木浩太選手、飛鳥FC の佐々木浩太選手がゴールを決めて、ホームの飛鳥FC が先制点を決めます。これが佐々木選手にとっては関西リーグでの4試合連続ゴールになりました。さらにこの後もちろんリードをされたおこしやす京都 AC 攻めるんですけれども、いつもの通りと言いますか、ボールは回るんですけど、どうもこうシュートが決まらない、ゴールに近づけない、そんな中40分飛鳥 FC が追加点決めます。清川選手のパスから抜け出した佐々木浩太選手、追加点を決めて2対0、リードを広げてハーフタイムに入りました。まあ、早い時間に飛鳥がゴールを決めて、試合の流れが一気に飛鳥の得意な形に持っていかれたなという感じでしたね。そして後半、もちろんおこしやす京都 AC 点取り返しに行くわけですけれども、次の点も飛鳥 FC でした。53分、飛鳥 FC の佐々木浩太選手がまた裏に抜け出してシュート、これがゴールに決まって3対0、ハットトリック決まりました。そして3点のビハインドとなったおこしやす京都 AC なんですけれども、なかなか交代を使わずにそのままのメンバーでなんとか戦い切ろうとしていたんですけれども、逆に得点を取ったのは飛鳥 FC の方でした。85分、途中出場の、しかも飛鳥 FC に加入したばかりの亀谷浩二選手が右サイドからのクロスを押し込んで追加点、これでスコアが4対0になりました。でこの後飛鳥 FC の清川さすが選手が抗議によって2枚目のイエローカードじゃないな、2枚連続でイエローカードをもらって退場となり、そして試合終了間際におこしやす京都 AC がコーナーキックから山本蓮選手の蹴ったボールを西村洋平選手がヘディングで押し込んで1点を返しましたけれども、反撃もここまでというか、もう時間なかったですからね。そして試合はこれで終了し、4対1、飛鳥 FC が勝ち点3を加えて勝ち点13、おこしやす京都 AC は勝ち点11。この節を終えておこしやす京都 AC が最下位に沈むという結果になりました。トリックおめでとうございます。ありがとうございます。本当にもう素晴らしい活躍だと思いますが、まずはもう試合よりも自分のその3つのゴールの感想からお願いします。そうですね、まあもう1点目に関しては評価はさすが君が、まあもう運んでくれたんで、もうあと止めて打つだけっていう感じだったんで、2点目3点目はまあもう自分の形だったんで、もう
自信はあったって感じのゴールでした、はい。昨年は全く点を取ってた印象がないんですけれども、何が変わったんですか？そもそも去年怪我してて、もうずっとワンシーズンプレーしてなくてって感じだったんで、本当今シーズンからっていう感じでした、ね。なんで、まあ、はい、ゆっくり直してもう本調子に戻ってことに合わせて。そうですね、まあ。チームの攻撃面が最近機能している印象ですが、どんな意識で試合に臨んでいますか？まあ、2トップっていう、まあ、良さを、まあ、チームで生かそうっていう話をしてて、なので、まあ、取った時に前2枚残してるんで、そこで、まあ、素早く、まあ、ゴールまで行こうっていう、まあ、チームではそういう話をしてます。まさにそういうゴールが多いですよね、はい、そうですね、はい。最後にここからに向けてメッセージお願いします。まあ、やっぱり降格っていうのは絶対したらいけないことだと思うので、自分のできることをしっかりやって、まあ、残留目指して頑張りたいと思います。ありがとうございます、はい。ところでユニフォーム心地切れてますね。あ、これこのヘアバンドが、ヘアバンドです、はい、切れてるのかと思います。ありがとうございました、はい。では頑張ってください。佐々木選手でした、はい、お疲れ様でした。佐藤選手です。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。試合の感想からお願いできますか？そうですね、まあ、おこしは結構、まあ、ボール繋いでくるチームですし、僕らは逆に結構、まあ、2トップに強み持ってて、そこのカウンターっていうところを狙いつつっていうゲームだったんで、まあ、そのゲームプラン通りに、まあ、4点、まあ、できすぎぐらい入ったんですけど、まあ、そこはすごくチームとしていいサッカーができたかなっていう感じです。終盤の大ピンチのところ、見事なセーブが光りましたね。そうですね、あそこ、まあ、相手の時間帯っていうところもあって、まあ、なかなかあそこでやられちゃうとっていうところだったんで、まあ、そこはゴールキーパーとしてそう一本止めか止めへんかっていうところが勝ちになってくると思いますし、まあ、結局1点しちゃってるんで、あそこはちょっと残念なんですけど、まあそこ止めて、まあ、4点目その後入ってっていうところがあったんで、まあ、いい仕事できたかなというふうに思ってます、はい。チームは今年苦しい時間長かったですけれども、ちょっと復調してきました。後ろから見ていて良くなってきた感覚ありますか？そうですね、まあ、システム変えたりとかいろいろ工夫、まあ、美濃さんが僕らの、まあ、去年と違った選手の特徴っていうのを生かした、まあ、フォーメーションであったりとかサッカーっていうところを、まあ、組んでくれて、それをまあ自分たちが、まあ、いかにこのピッチで出せるかっていうところだと思うので、まあ、前期とかその辺はまだまだそこがうまくこう自分たちがもう美濃さんのやりたいサッカーとか、そのまあ練習からやってることがうまく出せなかったっていう中で結果もついてきてなくてあったんですけど、今は逆にそれが結果にちょっと現れつつあるんで、まあ、いい流れかなというふうに思います。ちなみに久美山高校時代、おこしやす京都 AC の山本蓮選手と同期じゃないですか？あ、同級生です、はい。ですよね、同級生、はい。どうですか、 J に行った同級生と戦うっていうのは。そうですね、まあ、蓮はもうずっと、まあ、中学校も一緒だったんですけど、やっぱ、まあ、高校でもずっと、まあ、チーム先頭でやってくれた選手ですし、まあ、プロに行って、まあ、なかなか、まあ、怪我とかもあったりとか、でもそれでもやっぱ今日も見てたけど、まあ、うまいなと思ってたら見てたし、まあ、起こしくるっていうのはもう加入前から知ってたんで、まあ、対戦できるの楽しみにしてて、前期僕出れてなくて、後期、まあ、今日ほんま出たかったんで出て、まあ、いい、まあ、林くんも先輩で相手起こしやすいんで、まあ、そこでいい、まあ、高校時代の人と同じピッチで社会人になってもできるっていうのは本当幸せだなっていうふうに思いました。コーナーキックから1回やられたんで、勝ったか負けたかどうですか？いや、負けましたね。アシストされちゃってるんでね、結果、まあ、あいつのシュート止めれてたら勝ったって言うんですけど、なかなかそんなシーンもない。じゃあまた次ですね。そうですね、また。最後に残り3試合と全社に向けて意気込みとメッセージお願いします。はい、まあ、残り3試合、まあ、ほんまに全部勝つしかないと思ってます。まあ、全てが決勝戦っていう、まあ、ありきたいな言葉ですけど、それがあると思いますし、まあ、後ろはしっかり守って、まあ、前は攻撃してくれてっていうチームとして、まあ、3試合が全部勝ったらいいなと思いますし、まあ、あとは今年全社もあるんで、サポーターの方々の、まあ、さっきも話したんですけど、カシリ君も一緒だし、まあ、ほんまに声援ってすごい力になるんで、まあ、自分たちがこうサッカーやってる意味とか、まあ、社会人の仕事してまでやってる意味っていうところをサポーターにプレー通してピッチ上で伝えれたらいいなと思います。ありがとうございます。佐藤選手でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。
ということで、おこしやす京都 AC 吉武監督にお越しいただきました、はい、ちょっと試合は悔しい結果となりましたけれども、ね、はい、試合の感想からまずお願いしてもいいですか。アスカさんの方がやりたいことがまあやれたと、まあ、守って、5ディフェンスで守ってうまく守ってカウンターをかけると、まあ、我々のミスを待ってカウンターをかけるという風なチームスタイルで、まあ、我々はボールを長く持って、ほころびをまあ見つけて決定機を作っていこうというチームの、まあ、両チームのまあ意図がぶつかってたんですけど、意図がまあアスカチームの思い通りになったというのがまあ結果だと思いますし、まあ、立ち上がりの早い時期の失点というのが、まあ、もちろん1失点って構わないんですけど、2失点目はやっぱりしちゃうというのがすごい残念だったなというふうな感じがしています。苦戦が続く起こしやす京都 AC、 何が具体的にうまくいっていないんでしょうか。まあ、あのボールやっぱりここっていう重要な時にミスが起きると、まあ、ミスのスポーツなんでミスは起きてもいいんですけど起きるものなんで、ここはというようなやっぱそこの機微がこう理解するっていうところが分かれば、あのもっともっとパフォーマンスが本当3倍変わるのになっていう風な感じがしてますけど。残留をかけた残り3試合、そして国体に向けてどのように取り組んでいきますか。あのまあ残留ということで残り3試合というのは、まあ前回も言いましたけど1年間通して最後の3試合でいいゲームをできるようにということでやってきましたので、今までトレーニングしてきたこととかミーティングしてきたこと、彼らが成長した姿を3試合にまあ思う存分にぶつけてもらって、それでもうまくいかなかったらそれはしょうがないと。今日の試合でもやっぱりやろうとしないというのが一番問題で、もっともっと練習トレーニングしたことをやってほしいなというふうにまあ思っています。それからあの国体これがなければもうシーズン終わりという感じだったんですけども、まあ、全国規模の、まあ、全国大会とかを体験すると、そういうこうちょっとピリッとした中でやることがまたあの彼の成長につながると思いますし、すごく楽しみにしているところです。ありがとうございました、はい、吉武監督です。ここからもよろしくお願いします、はい、アスカ FC 対おこしやす京都 AC の試合ご紹介をいたしました。そして佐々木選手、佐藤選手、吉武監督のインタビューご紹介をいたしましたが、この他にもアスカ FC からは宇流光大選手、元おこしやす京都 AC ですね。でおこしやす京都 AC からは西村洋平選手のお話を伺っておりますが、そちらの方は木曜日放送の FM お得にフットボールラウンジという番組で放送いたします。そしてポッドキャスト関西フットボールラウンジも番組終了後に公開します。全国無料でどちらにしろ聞けますのでよろしくお願いいたします。まあ試合の結果としては勝ち点3を加えた飛鳥 FC が5位に浮上して、おこしやす京都 AC が単独最下位になるということになりました。残り3試合、まあ、両チーム本当に大切だなという気がします。おこしやす京都 AC は次が9月3日アルテリーボ和歌山との対戦となります。アルテリーボが勝ったらね、優勝が決定するので、おこしやすとしては、まあ、絶対負けられない試合になりますね。でその一方で飛鳥 FC は9月の2日チェントクオーレハリマとの対戦です。会場は日岡山公園ですね。こちらの方ももちろんチェントクオーレハリマも今残留争いの名前には出てないですけど、勝ち点差はめちゃくちゃ接近していて、チェントコーレハリマーとアスカの試合でアスカが勝ったらアスカが逆転するんですよね。場所的には関西サッカーリーグ残り3試合も熾烈です。ぜひぜひ皆さんそちらの方も注目ください。よろしくお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。バイバイ。